許さんぞ。あ、またなんか妄想してる。ジュ、宮村、生理だから。え、そうなん。うん。宮村くん、カーディガン脱がないの？うん、ちょっと。そういえば仙国くんから聞いたけど、着替えもトイレか空き教室でしてるんでしょ？ねえ、なんで？やばい、意外と引き下がらない人だ。実は女だったかと思って。そんなに女顔じゃないでしょう、俺。そして熱い。やっぱり熱いんだ。入った。違うんだよ石川君、これはね。うん、いいと思うよ。じゃあ俺ジャージで。ええー、ちょっとマジか。なんだよ、いいだろ体操着。いつも思うけど安田先生よく教師になれたね。頭いいからな、女子高生好きだし。早く捕まれよ。おい、服のままでいいですか？俺も服のままがいいです。溺れに行く気か？先生は俺の皮膚を剥ごうというのですか？そして炎天下の中消毒槽に投げ込むわけですか？落ち着け戦国。スクープ、生徒の皮膚を剥ぐ残酷な高校。勝手に見出しみたいにするな。片桐入るんじゃなかった。片桐入ってなかったら堀と出会ってないだろう。舐めないでください。絶対どこかで出会うわ。運命舐めるな。退学にすんぞ。年上には敬語使え。あざーす。うん、それ敬語じゃねえし。生徒の要望に耳を傾け解決へ導くのが教師の仕事でしょうが。綺麗にまとめんな、自信なくなる。俺と会長は一切脱がないから。急に強気に出たが。宮村君は生理、俺は爆破で損傷。以上。会長来るといいね。当日せめて投稿はしてほしいよな、最後だし。雨。宮村どう？似合う？複雑。え？先生、我々片桐生徒一同は。生徒会長の顔真っ青だな。髪赤いのにな。すげえコントラスト。あ、遠い目してる。やっぱりか。レミ可愛すぎやしないか？聞いてる？仙国さん。やる前から分かってただろ。でもやっぱりチア姿が見たかった。ホーリー先輩、見せてくださいね。沢田ガンバ。沢田さんガンバ。あれ。ホーリー先輩、負けちゃいました。しょうがないよ。東は運動部多かったみたいだし。堀先輩にいいとこ見せたかったのに。仙国が言ってたよ、宮村くんがやる気出して裏切り者って。え？